なあ、おいお前。少し俺の話に付き合え。俺が牢獄に捕まっていた時、聞いた話だ。俺はひどい罰を受けながら、それに祈れと笑われた。太陽の神、ニカ。太古の昔に、奴隷たちがいつか自分たちを救ってくれると信じた伝説の戦士だそうだ。実在したのか妄想か、人を笑わせ苦悩から解放してくれる戦士。永遠に感じた投獄中、俺はそんな奇妙な伝説にもすがった。誰でもいい、助けてくれと。なぜそれをわしに聞く？お前が率いた太陽の海賊団には元奴隷がいたと聞く。魚人の歴史は奴隷の歴史だろ。何か知ってんじゃねえのか？教えろよ、ジンベ。魚人空手咀嚼。己に話すことは何もありゃせん。